皆さん、こんにちは。ドクター・ライオットのダンでございます。こんにちは。はい。今日はですね、ちょっと僕がやってる活動の一部についてちょっと紹介したいと思います。僕ですね、よく飲食店でも働いてるんですけど、飲食店でですね、君何やってるの?みたいな。君すごい合体いいよね。何やってんの?みたいな感じでよく聞かれるんですけど、僕いつもそう聞かれるときに答えるのがですね、スポーツ栄養士をやっていますっていうふうに答えてますね。はい。で、スポーツ栄養士っていうのはですね、その名の通りですね、アスリートとか、一般の運動している人たちに向けて、食事や栄養で、サポートをしていくっていう仕事なんですけど、正確に言うとですね、公認スポーツ栄養士っていう資格があるんですよね。僕はその資格を今取得しようかなって考えてあるんですけど、あえて資格を取得しないで活動していこうということを、資格を持っていなくても活動できるんだよということを、証明したくて、あえて資格取得の勉強はしていないです、今。はい。ということでですね、今回はですね、スポーツ栄養に興味がある人とか、スポーツ栄養士になりたいという人に向けて、スポーツ栄養士にどうやって関わればいいのかとか、スポーツ栄養士としてどうやって活動していけばいいのかということについて、ちょっと僕の活動も交えて、ちょっと紹介していきたいと思います。で、スポーツ栄養士の資格である公認スポーツ栄養士についてちょっと紹介しますね。公認スポーツ栄養士の定義はめっちゃ長いんで、ちょっと概要欄にリンク貼っときますので、そちらご覧ください。一言で言うとですね、プロからアマチュアの、競技者に対して食事や栄養でサポートができますよっていう意味と、チームスタッフや監督とかトレーナーとか、そういった人たちと連携して、競技者のサポートをしますよということです。現在日本にはですね、250人以上の、公認スポーツ栄養士がいますね。はい。都道府県に約、5人から6人ぐらいの計算になりますね。で、ちなみにこの公認スポーツ栄養士の、取得の必須条件である管理栄養士の資格を持っていることなんですけど、ちなみに日本に今管理栄養士はですね、約21万人いますね。これ平成27年の時なんですけど。で、この約21万人に対してたった250人なんですよね。はい。たった0.1%ですね。めっちゃ少ないですよね、これね。はい。というわけで、公認スポーツ栄養士っていうのは結構、日本でも、希少な、スポーツ現場においてもやっぱ希少な資格でもありますね。で、公認スポーツ栄養士のね、その希少な理由がですね、大きく2つあって、1つがですね、資格取得のハードルが高いということですね。あと条件、勉強しなきゃいけない内容とかもいろいろあるんですけど、コストがかかって、そのハードルが高くなってるわけですよね。はい。で、もう一つがですね、お金がかかるということですね。特にモチベーションが高くなってるですね、社会人1年目とか、学生の頃、今調べてみるとわかるんですけど、結構ですね、取得にお金がかかるんですよね、まずね。受講料が4万近くかかったりとか、資格の、認定に、2万近くかかったりとか、あとは研修を受けるためにですね、東京に行ったりとかするのに、交通費とか宿泊費とかいろいろかかるわけなんですよね。特に学生とか社会人1年目とか2年目の人にとっては結構経済的に厳しいから、ハードルが高くなってる要因の一つでもありますね。で、現場においてですね、公認スポーツ栄養士を持っている方っていうのはどういう存在なのかっていうとですね、やっぱり公認スポーツ栄養士っていうのはそれだけ厳しい条件をクリアして資格を持っているわけですから、そういうそれなりの信頼と実績があるわけなんですよね。はい。だから、その資格を持ってますよっていうだけで、この人すごいできる人なんやなみたいな、サポートしてくれる人なんやなみたいな、そういったですね、信頼ですねを与えることができますね。はい。クライアント、競技者も安心して、その人たちに相談とかサポートをお願いすることもできるっていうのが、資格持ってることの大きなメリットですね。で、実際に公認スポーツ栄養士の資格を持っていたらですね、全国に散らばってる公認スポーツ栄養士同士の、パイプがつながるわけなので、仕事とか拾いやすくもなりますね。例えばプロチームのサポートをお願いされたんやけど、ちょっと私厳しいからお願いしていい?みたいな、そういう感じで、仕事のパイプとか、あとつながりとかが増えたりするわけなんですよね。はい。で、僕がこの動画で伝えたいことはですね、管理栄養士でスポーツ栄養を目指したいという方が、資格取得にお金とか時間かかるけどどうしようかなみたいな、そういう方に言いたいんですけど、
まあ、必ずしもスポーツの現場に関わりたいのであれば、公認スポーツ栄養士は必ずしも必要ではないということですね。で、実際に僕はそれを証明するために今資格取得の活動をせずに、今独学で勉強して活動をしています。まあ、あくまで資格を持っているっていうことはですね、なんか信頼の証の一つなので、まあ、実際に資格を持っていなくても、知識とか実績とか、まあ、信頼とか、そういうものがあれば、全然スポーツ栄養に関わることはできると思うので、資格を持っていないと活動できないというわけではないので、まあ、諦めずに、まあ、自分で地道に活動していくと、資格を持っていなくても現場に関わることができますよ。そうね、まあ、資格を持っていることに越したことはないんですけどね。はい、まあ、自分に経済的な余裕とか時間に余裕ができたら、まあ、資格を取りに行くっていうのも一つの手ですね。はい、で、高校生とか中学生とか、まあ、一般アスリートとかがどうやってスポーツ栄養士を探せばいいのか、どうやって関わればいいのかっていうことに関してなんですけど、おすすめするのが、まあ、SNS、まあ、Twitter とかインスタとかで、まあ、管理栄養士の人って結構いるんですよね。はい、まあ、ハッシュタグとか検索で管理栄養士って調べると結構出てくるんですよね。で、まあ、出てきて、まあ、条件良さそうな人に、まあ、ダイレクトメールを送ったりとか、コンタクト取って、まあ、相談してみるのがおすすめですね。はい、実際僕でも大丈夫なんで。はい、はい、まあ、あとは最近ですね、整形外科とか、まあ、整骨院とかで、まあ、栄養士の方が働いていることが多いんですよね。で、そこで働いている方っていうのは、大抵結構スポーツ栄養とかに興味がある方なので、まあ、その方はもしかしたらスポーツ栄養の勉強をされていて、結構そっちに詳しい方なのかもしれません。まあ、SNS とかインターネットが苦手という方はですね、まあ、そちらに赴いてみて、まあ、聞いてみるのもありでしょうね。そこからまたつながりができて紹介してもらえる可能性がありますからね。はい、というわけでですね、今回ですね、スポーツ栄養に関する活動とか、まあ、どうやって関わったらいいのかとかについてまあ紹介しました。まあ、結構今なんか筋トレブームとか、まあ、スポーツが盛んになってきて、まあ、東京オリンピックも近いですしね。まあ、結構食事とか栄養に関してですね、まあ、知識とか、まあ、技術を高めていけば、まあ、筋トレ、まあ、筋肉を大きくしたりとか、パフォーマンスを上げたりとかするための大きな筋肉を大きくしたり、パフォーマンスを上げたりする、まあ、大きな鍵でもありますからね、食事や栄養は。まあ、しっかりそこら辺をまあプロに任せていくのもまあ一つの手じゃないかなって思います。はい、もしスポーツ栄養に強い人とかを探しているのであれば、もしもスポーツ栄養について知りたいのであれば、まあ、僕のブログとかの URL も貼ってますので、まあ、そこに結構いろいろと書いてますので、まあ、そちらもご覧になってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。